明けましておめでとうございます。 MCJA です。今日はね、なんと七大寺を、自転車に乗って巡っていきたいと思います。普通のね自転車で行っていただいてもいいんですけれども、奈良をね旅行したい方はこのように、レンタサイクルがございますので、ここ東大寺をね出発にして、7カ所巡っていただくのがいいんじゃないでしょうか。ここが、ね、一番高いところなのでね、ここまで来ればこっから先は下りなので、実際にね検証していきましょう。それでは次は興福寺へ行きまーす。さあすぐに興福寺に到着しました。東大寺と比べて興福寺はちょっと人の出が少ないですね。まあ今日は寒いので致し方ないのでしょう。さあ鹿も少ないですね、いないですね。というわけで次はね、岩郷寺の方に移動したいと思います。岩郷寺もねすぐ近くですので、すぐに着くんじゃないでしょうか。岩郷寺ですね。岩郷寺着きました。信号一つぐらい渡るだけで着きますのでね。ほんとここの3個はね、すぐに着いちゃいますね。ここ、大安寺ですね。ちょっとだけ遠いです。大安寺から次は薬師寺に向かいます。ね、ほとんどね、まっすぐ西に向かえば着くのでね、こちらも楽しみですね。薬師寺ですね。僕ね、薬師寺好きなんです。今年でもう2回目なので、薬師寺一番行ってますね。これね、見てください、薬師寺ね。ここのおみくじね、200円なんですけどね、200円でね、なんかお土産ついてるんですよ。だからね、東の方行って買ってください。はい、着きました、東照大寺です。東照大寺ですね。はーい、東照大寺です。東照大寺から、最後の西大寺の方にね向かうんですけれどもね、意外とねここからが 2.2 キロぐらいあるのでね、北上していきたいと思います。さて西大寺に着きました。西大寺もやっぱすごい立派ですね。西大寺はね入るのにねお金がかかんないっていうところがね、味噌ですよね。駐車料金はかかります。というわけでなんと七大寺をね、1時間20分ほど約12キロぐらい、漕いで到着できますのでね、皆さんもぜひ来てください。さよなら。エリア奈良チャンネルでは奈良の魅力を紹介しております。高評価、いいね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。またこのコースは逆側から行っても楽しく行けるんじゃないでしょうか。